ニコニコハロー、ゆうでーす。はい、さあ、今日はいよいよ年内最後の G1 レース、ホープフルステークスの日です。もうレースは見ましたか？ゆうはまだ案の定を見ていませんこれから一緒に見るんですけど、いやー来るかな、どうだろうな、本当に今ドキドキしてます。緊張するね。いやね、ほんと12月に入って全然予想が当たっていない。もうこれはね、ある意味すごいですよ壊滅状態ですよ。本当に本当このホープフルステークス、ホープフルステークスで来なきゃ今終わっちゃうねえ、今日のレースで吉と出るか凶と出るかね、決まりますので、そこにも要チェックですはい。で、まずレースを見る前に、昨日ゆうが予想したホープフルステークスはこちらです。じゃじゃん、2番のコントレイルの単勝。はい、もうねこの馬はね化け物と言われるぐらい強いっていう噂があるので、はい、もう軸にするしかないでしょうと思ったんでね馬連ワイドはコントレイルを軸に、はい、ベルトライゼンデ&ワーケア&オーソリティ、はい、この3頭も買いました。はい、この2番のコントレイルなんですけど、今無償の2連勝中なんですね。で前回の動画でその、前走の東京スポーツ杯ミサイステークスのレースを見せたと思うんですけど、その前走の走りがね、直線のコースか、いやーあの走りはすごいなって思って、直線に入ったらもうね、2着の何だっけ、アルジャンナか、アルジャンナを5馬身差でゴールインしたんですよ。そう、圧倒的な強さを持ってる。うん、すごいですこのコントレイル。でコースレコードも出してるので期待は大ですよね。で次、ワーケア、コントレイルと同じで、そう今無償の2連勝中なんですね。でハーツクライ3区なんですけど、現2歳世代のハーツクライ3区は、活躍を見せているんですよ。うん、で、前回の動画でも見せましたけど、前走のアイビーステークスで、直線のあと 300m ってとこで、先頭に立って、で余裕で、もう鞭を入れずに、快勝したんですよ。そう、あの走りはねすごいなって思いましたね。うん、速さもあるし、うん、なんで、うん、応援したいですワーケア。そして、ベルトライゼンデ、はい、ベルトライゼンデは、前走が馬場の状態がやや重だったんですね。にもかかわらずその末脚を発揮して、デビュー2連勝を果たしたんですよ。うん、能力の高さはありますし、侮れない部分があるなって思ったんで、はい、5番も入れてみます。であとはオーソリティ、11番のオーソリティなんですけど、高いポテンシャルを秘めてる馬ですね。前走で同じコース、この中山コースを使っていて、で末脚を豪快に、突き放して、快勝したので、うん、まあ素質は十分ある馬だなって思いました。ということで、はい、ではレースを見たいと思います。どうぞ。2番のコントレイルと5番、7番、11番、注目しててください。いいですか緊張する。スタートしました。まずはホームストレッチ先行争いです。9番、パンサラッサを押して出ていきます。パンサラッサ、一気に先頭に立ちました。2番手以下どうでしょうか。3番、ブルーミングスカイ。13番、ラインベック上がってきて、その後、第3グループに2番、コントレイル。1番、ブラックホーク。4番、ガロアクリークが続きます。5番、ベルトライゼンデが中段のインコース並んで、6番、ナリノモンターニュ、11番オーソリティがその後ろの外目、さらに後ろが7番のワーケアです。13頭が1コーナーをカーブです。ワーケア先手は9番、結構後ろの方だね。3回優勢取りました。リードは1馬身半から2馬身、2コーナーです。2番手外13番ライゼンデ監督上がって、3番ブルーミングスカイが3番手、2コーナー。
3、4馬身空いた4番目コントレイル。お福永頼むよ頼むよ。4着はダメだからね。前から5頭目が1番ブラックホール、差がなく5番ベルトライゼンで、4番ガロアクリーク、中段のインコースが10番ディアセオリー、これに並んだ7番のワークや、そして11番オーソリティです。いいねいいね、前半の 1000m1 分0.9 と計測、向こう正面中段からスタートコーナーへ。あれ3、4馬身の間が空きました。6番ナリノモンターニ後方から3投目、12番ラグビーボーイ、8番クリノブレイブ最後方800を切って、これから3コーナーのカーブに入ります。やばいよ。軽快に9番のカンサラッサ、リード2馬身半で逃げます。これから3、4コーナー中間へ。緊張する。ペース上がってきたよ。結構早いねペース。外目3番手が2番コントレイル、2番手に接近していきます。来てるよ。4番手がルーミングスカイ、その後11番のオーソリティが進出を見せます。今来て、おやします。来てるよ、上がってるよ。カモン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 、いけ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 、おいカモン、いけいけ、2番いけ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 、おいカモンカモン、いけいけいけ、順番、あの着順、1着が2番のコントレイル、2着が5番のベルトライゼンデ、3着が7番のワーケア。はい、ということで、まずは、はい、単勝2番的中です。イエーイ、やった、イエーイ来ました。やってくれたね福永、最高です、最高。で次、2着の5番のベルトライゼンデなので、なんと見て、じゃじゃーん、馬連的中、イエーイ馬単も買っとけばよかったな。で次、ワイドも的中してますね。そうだそうだ、馬連もワイドも的中してて、でで、ワイド27ワーケアも来てるので、はい、なんでね、3つ当たってます、イエーイ。でもこれは最高でしょ、これ最高じゃない。配当がですね、まあちょっと単勝人気が1番人気から、3番人気がね固まっちゃって硬いレースだったんですけど、まず単勝2番コントレイル2倍ついてます。はい、いくらかけたっけまずは単勝に、2番のコントレイルに、2000円かけてるのかな、2000円かけてるので、2倍ついてるから4000円でしょ。はい、まず4000円プラスの、馬連も当たっているので、馬連は、おのおの馬連ワイドおのおの500円ずつかけてるので、500かけ、馬連が 8.1 倍4050円。はい、4050円。そして、馬連、あとワイド、ワイドは2つ当たってますね、25と27。はい、25の場合が300円だから、3倍、 500×3 倍は1500円。そして、27は 1.7 倍だから、500×1.7 は850円。はい、ということでこれを全部足すと850足す1500足す4050足す4000円は1400円。はい、で、 U は昨日5000円かけてるので、はい、
プラス5400円利益が出ました。イエーイ、嬉しい。前の負けた分まで勝ち越せたらいいんですけど、そんなね欲を言わず全部当てられたのは本当に嬉しい。心の底から嬉しいです。はい、年内最後に有終の美を飾ることができました。皆さんの、応援のおかげです。ありがとうございますってね、ゆうは予想しかしてないので。騎手の皆さん、馬や騎手の方々に本当に、感謝したいと思います。ありがとう、ありがとう。まずコントレイルありがとう。君が来なきゃゆうは全滅だったんだ。来てくれてありがとう、本当にありがとうね。そう思います。ということで、以上、年内最後の JRA、G1 レースホープフルステークスのレース結果でした。終わります。バイバーイ。